伊勢大神は、福島県南相馬市鹿島区にある神社である。南湯月地区に上大神宮と下大神宮が鎮座している。伊勢大神上大神宮は、福島県南相馬市鹿島区南湯抜屋座宮前に鎮座する神社である。遺書書によれば、皇校天皇の時代、聖は天皇の御子である、定澄神皇の遠孫である小国。 岩松クランド源義政という者がおり、皇室の子孫であることから、伊勢神宮を厚く崇敬していた。欧永十二年の秋になり欧州の間の郷、山中里を拝領すると、義政は中里家、島家、牧田やら家臣五十数名を連れて、海路でやってきた。順調に、欧州の海岸へやってきたものの、どこが間の里なのか誰も知るよしがなく皆迷ってしまっていた。 その時、船の帆柱に庭の鳥が止まり三回鳴き、陸の方へ飛び立っては船に向かい三回鳴き、また船に来て数回鳴いたという。これを見た吉政は、これはきっと数形する伊勢大見和宮の御加護によるものだ。きっとこの地こそが魔の里に違いない。と思い、カシンラーと共に上陸した。吉政たちが上陸した海岸付近は鳥、崎村。 伊勢大三和宮の神霊を奉じた、小座所を建てた地を、王内と名付けられたという。大永十三年春、吉政は、初沢浦地区の南に、伊勢大三和宮の神殿と館を築いた。そのため、館のある地は、南館村と名付けられた。同年秋になり、吉政は、伊勢国の渡良伊鈴川に座す天照港、大三神宮に参拝し、五式を奉祭して、神宮主官の長である。 荒木田阿蘇により、天照公大神宮の分霊を受けた。十三尾渡蘭家行の遠孫である四日市、日光太夫というものを伊勢から招いて、神主都市、同年9月16日には、天照公大神宮と名付け、南館の地へ、スめら大神宮の分霊を祭り、ブーン長久、法内鎮護を祈願したという。現在も鹿島区南館地区には、四日市という地名が残されている。 道の草相馬市十七代当主の相馬と下根は、武運長級を当社に祈願するなど、ことに厚く、天照公コー・オーを推計していた。南、ゆずきの地が、伊勢神宮の鎮座地に似ているということで、南、ゆずきの地の清い場所に社殿を新築し、社地の名前を、地宮前へと改めた。天正十一年には、日光太夫の六代の孫である鈴木大太夫を、 最主として放災させたという。現在も鈴木家が宮司社家として放災している。その後も藩主の尊数厚く、診療法能や社殿の修理、部運長級祈願などが行われた。明治維新までは社殿の修繕は藩比で行われたという。明治3年に神社名をアマテラス大御神宮から伊勢大御神,神へと改称した。 その後も現在に至るまで12年に一度、仙宮祭が行われるなど、地域の数計を集めている。伊勢大御化した大神宮は、福島県南相馬市鹿島区、南湯抜き屋座水神下に鎮座する神社である。伊勢大御神城大神宮から南東に700メートルの地に鎮座している。伊勢大御化した大神宮は、象徴元年に伊勢神宮から分霊を賜り鎮座したと伝わる。 奥愛志によれば、水神下に鎮座する神社は、アマテラス大御神下空と記載されており、吉田県連により勘定されたと記述されている。元禄参考5年4月、相馬正種が当社に参拝した際、士官である森伊勢政に神社の由緒について、この神社は吉田神技官による勘定の神社かと質問したので、それに対して森伊勢政はそうであると返答した。 正サは、それなのに、神社の作りが荒いと言い、神社の造営を上進した。建築資材として、国から南部材を賜ったという。村々に、神社の再興を募って造営が、同年9月に始まり、同年11月に、新しい社殿が完成した。元の九四家の都羊年の春に、相馬正サが再度参拝し、再選として三百堂を収めた。 その後数年で社殿が大破したが、これに倣い、村民の寄付により修繕が行われた。ありがとうございます。